友田を生き延びたお侍がいるって。実はジン、こっちに来い。雅子殿、ご家族の仇について何か。形状の中に貞夫の名を見つけた。そやつはクタの村長だ。クタは足立家の領地、なぜ刃を向けた。恩知らずの裏切り者だからだ。夫が奴を村長に選んでやったというのに、あろうことか恩を仇で返すとはな。あの忌まわしき夜、奴はクタから逃げたと聞いた。あなたが生きていたからか。貞夫は悪知恵の働く男だが、弟の八郎は能なしだ。寺の近くで食料を運ぶ姿を見かけたな。おそらく隠れて兄に届けるのでしょう。八郎をひっ捕らえてくれるわ。見失う前に出立するぞ。宿での件があったゆえ、寺においでとは思いもよらず。貞夫の弟を見張るついでに一族を弔ってやりたかった。すでに葬儀は済ませたのですか。犯人を殺すまで辛抱する。父上が死んだ夜に別れを告げたのですが、痛みは癒えました。埋葬はしたぞ。それで十分だ。今はね。食事は毎日取っておられるのですか。ああ、昨日は米と魚を少し。若い武士でも腹を満たし腕を休ませねばなりませぬ。お主、この私を年寄り扱いするか。滅相もない。腕は動く、心配は無用だ。そろそろ八郎に追いつく頃だ。どの道を行ったのでしょう。どちらも人が通っておる。調べてみましょう。近くにおるはず。そこにおる男、荷車。あれが八郎、貞夫の弟だ。何も忘れてないよな。俺はどこか。あったあった。さてか。動いた。では後をつけると。近づきすぎて見つかるのよ。おとなしくしていろよ。お前も餌が欲しいだろう。先客だ。あまり顔を出すでないぞ。食べ物、飲み水、もろもろです。見せろ。ああ、こちらです。酒を落として話した。まだです。ですがお客人に贈り物が。話しておるな。渡しておろう。文を渡したのか。ではまたいつもの慈愛に。荷車はいい。馬を追うぞ。諦めろ。今日は文しか持ってないぞ。
それはお前の命よりも大事だ。届け損ねれば村長に殺されてしまうぞ。サダオは家族思いだな。ろくな一族ではないぞ。いとこは族だしな。二の村が不作になった時、騒乱が起きたことを覚えてるか。抗う村人を殺した族は誰に雇われたか。知ってる、サダオだ。卑怯な。ああ、やはりな。お前も喋りすぎると族に襲われるか。木こりの家、族が固めておる。サダオの親族だ。本人は中におろう。まだ分かりませぬ。何、すぐに分かるさ。誰が相手だ。心の内では震えている。うわムクロに尋ねることはできませぬぞ。中に人がおる。そやつに聞くさ。私が話します。お許しを。傷つけはせぬ。我が名はサカ。お主は？ヒナ、サダオの妻だ。夫は濡れ衣です。犯人は猛虎に決まっております。サダオ。わかりません。嘘をつくな。お控えよ。まずここを立たねば。館に連れて行くしかないな。私を殺すつもりでしょう。何も案ずることはない。